半額の刺身ゲット。これは日本酒だわ。マジで居酒屋開きたい。なんで今日急遽動画を撮っているかと言いますと、これはもしや白子の昆布締めみたいなやつがめっちゃ美味しかったので、牡蠣の昆布締めっていうか締めないけどこの昆布の上で焼くみたいな、半額の刺身ゲット、890円だよ。こちらが素晴らしい。あーお腹すいた。じゃあいろいろと準備して夜ご飯、居酒屋 OK、今日は居酒屋 OK までは行かないの。行かない普通の、そんなクオリティじゃないの。ちっちゃいコップはもう冷やしてるから。さすが。はい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 。本日急遽回しておりますみたいなのやってみたかった。なんか YouTuber よくやるじゃん、今日急遽カメラ回しております。緊急性ある感じ。何もない。何もご報告とかは、あ、まあ一つあるか。そう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 だ。ということで急遽おうち飲み開催です。でなんかもうすでに唇にのりついてる。なんか食ったろ。ついてるわけないっしょ。なんか食ったろ。ついてないし。ついてない。いや、なんかついてる。皮むけてるだけ。北海道の自慢、札幌クラシックから始まります。めっちゃ喉乾いてねえの。めっちゃお腹空いた。やばい。仕事終わってさ、4時間ぐらい食べてないよ、何も。半額待ってたんだよね。そう、半額待ってて。はい、乾杯。乾杯、お疲れ様です。え、冷蔵庫の温度変えた？変えてない。変えてない。なんだこれ。後ろの方には入れてたけど。うわ、めっちゃ冷たい。今日の夕食のお供はですね、いつものこちら半額の刺身。こちらなんとこのクオリティで800円ぐらいでした。890円。と普通に手巻き寿司ですね。あとはなんかハマグリ、安くなってたの。そうで、なんで今日急遽動画を撮っているかと言いますと、なんかケンがなんか私にプレゼントがあるらしいというか、まあ私も知ってるんだけど、ケンが私に手作りのエプロン、キャンプ用のエプロンを作ってくれたらしいんだよね。うん、なんかエプロンみたいなのが2人とも持ってなくて、あったらいいなーとか思ってて、じゃあまあ作ればいいんじゃないかってなって作りました。まあ完成したんだけど、まだケイトに見せてない。うん、なんか途中、本当に最初型を切るところとかだけは見たんだけど、それ以降は見てなくて。そう、ざっくりとしたサイズ感とかね、合わせて。いけるよ。ダメな、ダメな、ダメな。食べなさい、食べなさい。いい、いい、いい、いいの。うん、で何日間か結構長いこと作って、頑張って作ってて、仕事から帰ってきてはミシンみたいな。そう。マジで女子力高すぎて。お母さんみたいな感じなんじゃない。ケンって何、ミシンとか習ってたのって言ったら、いやーみたいな、うん、え、そんな普通に作れるもんなの男性ってって言ったら、いやーなんかできたとか言って。もともとね、家庭科の授業とかは好きだったんで。家庭科5だったよ、ずっと。確か、え、うん、料理も5ってことで、リンゴの皮むきテストで先生に褒められたり。私も1位だった。1位だった、うん、え、順位つけられるの。いや、タイマー、タイム。あ、タイマー。上からビューっていって、パイみたいな。あ、そういう感じ。いただきます。どう、うまい。はい、ほら、それね、まあ、完成して、今日はそれをプレゼントしてくれる日なんですよ、うん、お披露目。ケンは昔から結構レザーとかで物を作るのが好きで、まあ、最近ちょっと忙しくてやってなかったんだけど、うん、あ、ちょっとあれ見せるか。ああ、ある、まだ。あ、あるに決まってんの。これじゃーん。これね、ケンが作ったの。クラッチバッグ。これオーストラリアでケイトが誕生日迎えるっつって、28歳ぐらいの誕生日だっけ。うん、これをオーストラリア の, あのエアーズロックの前でプレゼントされたっていう。これカンガルーのなんかね、ついてんだよね。そうそうそう。で、これ
懐かしいね。全部手縫いで、わかるかな。そう、手縫いで、中もこんなフリンジもついててさ、中もさ、ちゃんと綺麗なんだよね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ綺麗なの。縫い方が超丁寧でね。これをケンがプレゼントしてくれて、いや、まあ、これに関しては仲良かった友達がさ、レーザークラフト好きで、いろいろ教えてくれたの、うん、それ以外にもね、こういう革のブレスレットとかもプレゼントしてくれたり、だからケンがこういうの得意っていうか好きなのは知ってたから、まあ、作るって言った時もまあマジとは思ったけど、まあ、作れるだろうなとは思ってたっていうかいやでもどうかは分からないからまだ、まあ、ちょこっとねミスった部分もあるし、めっちゃお腹空いてるからちょっとお腹に入れないと、言いたくなる一歩手前、そうそうそう、いただきます。うん、うまっ、うまっ、進むわ、ビール。カキ食って感じする。うん。うわ、待って、めっちゃいい匂いする。やばい。あ、日本酒だわ。マジで居酒屋開きたい。何言ってんだ。もうさ、近所の居酒屋さんのさ、夫婦、うん、若い夫婦なんだよね、うん、で2人でさ、ちょっとこじんまりした居酒屋ってさ、うん、いや、いいなって思ってなんか確かにやりたい、常連さんとか来てさ、うん、途中から一緒に飲むって、そこが、そこかいみたいな、そこでしょ、やっぱ、うん、それが面白そう、やりたい、いいね、好きの、いや、無理、好きな、ちょっと無理、そんなクオリティのものは出せないから、ことにしかも家賃高いし、うん、中島公園、中島公園あんまないイメージだけど、平岸でもいいんだけど、こちら前回のキャンプの残り、うん、ダッサイ、いい音、いやー、これは日本酒だ、ケイト、乾杯、優しいって言わないの、うん、もうちょっと冷えてたら優しかった、うん、もっと優しかったじゃあちょっと牡蠣まだ焼けそうにないから先に、もう？これでもいいんじゃないかな、こっちにするか、なんか、うん、生地しっかりしてた方がいいし、牡蠣でいくか、剣のセンスで、チャリコ、うん、いいんだよ、後ろ、あ、いいんだよ、もう縫うの、うん、すごっ、設計するのが一番大変かも、すごっ、できるか分かんないけど、なんだっけそれ、なんていう、待ち縫い、なんだっけその、待ち針でしょ、待ち針、うん、ここ全部待ち針つけて、あ、アイロンしたんだ、今日はポケットを作ります、肩の紐、ベルト、ついに完成できちゃった、面白、いろんなもの作りたくなってきた、じゃあこれをケイドにプレゼントしようと思います、あとは細かい部分ボタンつけたり、かわいいロゴとかも考えてつけたいと思います、じゃあこの夏キャンプ楽しみましょう、ね、ありがとうございます、なんと開けてみて、おあ、すごっ、どう、え、めっちゃすごくない、どうすか、すごい、後ろもこれ何、
そう、後ろもつけたんだよね。着てみ、着てみ。そう、なんか昆布の色と似てる。すごい、すごい、めっちゃ丁寧。できんだよ、こういうこと。そうそうそう、それね。なんだろう、細かい部分まだ全然やってないから、一旦着てみて。お、お、いいんじゃない。今日の服にめっちゃ合うんだけど。え、めっちゃいいじゃん。ね、すごっ。どう、めっちゃ似合うよ。え、めちゃめちゃ似合う。やば。後ろ向いてみて。うお、めっちゃ似合ってる。ちょっと鏡見たい。鏡見たい。やばいわ。めっちゃ可愛い。天才じゃん。そこから足していくから、携帯どこに入れれるとか。めっちゃ後ろ可愛かった。後ろ可愛いな。え、ここになんか入れれるってこと？そう。だ、俺はね、そこにペグ入れたらどうかなと思ったね。引っ掛けるタイプだとどうしても太ももとお腹に刺さりそうで、なんか怖いなって俺の中ではあったね。はいはい、こう掛けるとってこと？よくあるじゃん。うん。そこにリングみたいなのつけてさ、しゃがんだ時にクサッって刺さるの怖いな。だから後ろに横で入れる。ここにね。うん。そう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 。できるんだ。調べたの？いや、Google でなんかこうおしゃれなやつをこうパーッと見て、ここいいなって思ったのとかをこう取り入れたり。え、ここのやり方とかを調べたの？いや、それはなんかカナリア行ったら教えてくれたっていう。へえ。いや、キュートめっちゃ似合う。私服でもいい。確かに。え、なんか実際さ、嫌だったんだよね、この辺に。あのウインナー焼いてる時に油とか跳ねるでしょ。うん。もう別にそんなさ大した服着てってないけど、朝着替えたばっかりなのに、着替えた服に朝から油跳ねるのとか嫌だったんだよね。それ上に調整できるから、もうちょっと上、うん、そのぐらい。しかもあんまり長いのも嫌だったのよ。なんか座りづら、なんて言うんだろう、身軽に行きたかったから。あとなんかファッション的におしゃれになるやつが良かったから。うんうんうん。これ普通に洗えるんだよね。そりゃそうだよね。洗えるんじゃない？洗えるでしょ。やばー。じゃあなんかいい感じになるかもね、洗ったら。あ、確かに。使っていくうちに味が出てくる。そしてまだあんのよ。何それ？これパンティじゃないぞ。パンツみたい。あ、あいつどこ行った？ほら、あいつ呼んできた。シマの手をね、そう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 。アホだね。ぴったりだ。もちろんぴったりでしょ。これであんまり汚れなくなったとしても。シマももらえたの？めっちゃいいよ。私なんか次からキャンプ場で毎回この1枚撮ろうかな。後ろいい、あのキャンプ場の景色とか。シマと一緒に親子写真みたいな。いいんじゃない、いいんじゃない。シマどうだ。シマいいよ。ん、シマいいか。あいつのは、あいつのはね、ちょっと生地がもうなくなってしまって、生地ない、すみません。大島のはちょっと生地不足です、すみません。でもちびしまが先輩だからね、気に天候予列だからね。そうそうそう、次作ってもらえるらしいよ。うん、ここに、あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。入った入った。これでキャンプ場歩いてたらちょっと危ない。ちょっと危ない。大丈夫だって。やめなさいって子供に言われる感じ。見ちゃダメ。ケンありがとう。クヨに見てくれ。あ、売り物じゃん。てか売り物、なんかエプロンっていうか服。嬉しいね。作るのハマりそうだ。世界に一つだけのエプロン。ケン、ありがとう。天才や。ケンはシマも気に入ったって。いや、ここら辺になんかつけたいの。つけるんでしょ、ま、今から。つけるつける、全然つけるから。どんどんつけていくみたいな。そうだから、ケイトが使っててなんか、あ、ここにこう、これあったらいいなって思ったらつける。うん、うん、その都度。あとなんかね、ロゴみたいのを入れたいなと思ったんだよね。でも俺の独断の判断ではちょっとそれはまずいなと思って、二人でちょっと考えていけたらなと思って。いいんじゃない、ユニマー夫婦で。
まあ、昼間は冬で言うシマとか。いや、ヒルマ夫婦でいいんじゃない？シマでもいいけど。ザ・ヒルマフェイスとかでやっていい？いや、絶対やばいって言う。やばい、訴えられる。いや、なんかね、もうこのエプロンに合う T シャツも欲しくなってきたね。そのロゴを作って、そのロゴの T シャツをケイトが着て、ここにとかどう？ロゴあれか、かわいいかな。あ、かわいい。あ、ワッペンみたいな感じで。そう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 。あ、いいかも。え、ヒヌマ夫婦。あ、いい。え、めっちゃいい。あ、楽しくない？うん、なんかね、正直その T シャツとかに関してはもうケンが、ケンそのものづくりっていうか服とかカバンとか作るの好きだから、去年から自分たちのヒヌマ夫婦 T シャツみたいのを作りたいって言ってたんだよね。うんうん、でも、まあ、なんだかんだで作らず、今年ね、夏、そう、その作ってなんか着たいね。うん、今年はね、ちょっとそういったところも楽しめたらなと思うよね。うん、もう想像の上を上回る出来栄えっていうか、めっちゃ細かいのよ。見せてあげたい。縫い目がめちゃくちゃ綺麗なの。このちゃんとポケットもこう、なんていうんだろう、一枚でピラッとついてるわけじゃなくて、こう、なんか何枚にも重なってる。すごくない？本当に裏も綺麗。すごいわ。ずっと同じ太さだもん、ちゃんと。そう、って几帳面なんだね。なんかさっきスーパーに売ってたエビスプレミアムホワイト。私みたいになってんの？ケンまで。すがすがしい香り、広がるコク。それなんかクラシックみたい。見た目がなんかクラシックっぽいの。同じだもんね、札幌ビールだもんね。ああ、みたいだよね。香りがなんかブドウっぽいかも。いや、あ、ね、ワインっぽいのわかる。ああ、わかる。ちょっと話ずれるんだけど、来月とか再来月とかわかんないけど、動画でもし撮影許可が取れれば札幌ビールの工場のなんかやりたいなと思ってて。ああ、いいね。札幌ビールの工場があるんだけど、うん、朝日ビールの工場もあるよね。あるでしょ。で、あと日華のウイスキーの工場とかも多分あるんだけど、うん、全部行きたくなる。行きたいんだけど、まあ、とりあえず最初にやっぱり札幌、まあ大好きなね、ビールに行って、うんうん、で、バスとかで行けるツアーがあって、うん、バスで行くとビールの試飲とかできて、うん、なんか結構楽しいらしいんだよね。うん、できればそれを動画にできたらなと思ってるんだけど、うん、まあ、なんか動画とか撮っていいのか分かんないからあれだけど。で、そういうところって大体なんかジンギスカン食べれる。うん、ちょっと牡蠣食べてみますよ、この昆布の。味しない、もしや。塩とかかけてないのかな。めちゃくちゃ美味しいんだけど、うん、味もちょうどいいんだけど、これが昆布のおかげなのか、うん、普通に牡蠣の味なのかがちょっと、うん、分かんないけど美味しい。今日は打ち上げや、うん、今日は俺日本酒飲む。だって結構毎日やってたもんね。やってたよ。ありがとう。なんかやりすぎて頭痛くなってた日とかあったでしょ。そう、俺頭痛くなんないのに、なんか頭痛くなったんだよね、急に。なんか肩凝るんじゃないって言ってて。そう、肩は凝った。ケンって5時間も6時間も動画編集してても肩凝んない人なんだよね。うん、なのに、まあ、なぜかミシンでめっちゃ肩凝る。そうそう、そう、昆布の香りすごいもん。やっぱりそう。うん、あ、まあ、脱いだら。なんで。匂い嗅がなくていいのか。普通に新しい服なんです。まあそりゃね。新しい匂い。ちょっとケンも着てみたら。うん、これいいや。ジャストって感じ、俺は。うん、もっと長くしたら多分いい感じだと思う。うんうん、後ろ姿はめっちゃいいよ。いい。あ、いいね、ここ。うん、いや、ここさ、どっから塗った方がいいかなと思ったんだよね。ここまで行った方がいいか、それとも、もうちょっとこう下に下げたら手入れやすいかなとか結構考えた。視点が、視点がもう製造者じゃん。シマよかったね、シマ。ケンってさ、あれじゃない、もしうちらに子供できたらさ、なんか子供のなんか学校のさ、ランチマットとか作っちゃうタイプじゃない。いや、それは作らない。なんでよ。なんで。そういうんじゃないんだよ。もっと
学校とかに着ていくようなものは別に作りたいとは思わないね。キャンプ場に着ていくようなものは作りたいよ、めっちゃいっぱいあるんだよ、多分作る系のものって知らんけど、なんかゼッケンとか多分作んなきゃいけなくない？もう今の時代ないのかな、そんなの。ゼッケンはだもう余裕でしょ。いや、私もゼッケンぐらいはできると思うよ。これ、島を買ってくれた人がいっぱいいるから、で、島の会、島クラブっていうのをちょっと開設したんだよね、うん、で、まだみんなにファンクラブのカードは配れてないんだけど今後ファンクラブのカードを作ろうかなと思って。何それ。でそれをさ、会ったにしか、会った人にしか渡せないとちょっとやっぱりあれだから、うん、もう画像で作って、でナンバーワン、ナンバーツーみたいな感じでこう会員番号つけて、インスタのバーチャル、そうそう、インスタのなんか DM とかで送ろうかなと思って誰も求めてないかもしれないけど。で島クラブに入ってる人には年に1回ちょっと特典みたいなのがあって、この島の服が届くとか。ね、それどう？これ、うん、これだってこれを持ってる人にしかやっぱりこれあげても意味ないからさそれ島クラブに入る条件としてやっぱりこれを持ってるっていうのが条件で。いや、でもそれ作るの俺だよね。うん、ふざけんな。さすがに、いや、本当はこのアイディア思いつくまでは年会費無料だったんだけど、うん、ペンがこれを何枚も塗ってあると、うん、やっぱ年会費500円ぐらいはいただいて。年だからね。年500円って月40円、うん、年会費500円払えばこの島の洋服がちょっと特典でもらえますっていう。あとはあの年に1回のズーム飲み会に参加できて、そのズーム飲み会の時はあのあくまでも島を飼ってる飼い主みたいな気持ちでこう参加する。どうでもいい、この話どうでもいいすぎる。ケンありがとう、宝物だ。これは私は棺桶に入る時にこれを着て入る、島と一緒に。本マグロ赤身じゃなかった？それはもちろん、それもだって別にこの辺に本マグロ赤身で、そうで、島と一緒に入る、これ着て。そんな喜んでくれるとは思わなかった。嬉しいわ、これも作りがいあるわ。まあ思いがね、一番嬉しいけどね。このバッグもさ、これは可愛いんだけどさ、これをなんか何日間もかけて、しかも私がいない時にひっそりと、これに関しては作ってるってことすら言われてなかったじゃん。ああ、うん、確かに。なんか急にちょっと今日夜友達とご飯行ってくるわとか言い出すんだよ。言い出して急に、そんなことめったにないかったじゃん、うん、ある1ヶ月間ぐらいだけ友達とご飯食べに行ってくるわとか言ってなんかいなくなる。懐かしい。1ヶ月間ぐらいがあって、なんか私も、まあ、別にケンが不倫してるとかとはなんか1ミリも思わないから、うん、そういう変な疑いはかけてないけど、なんか何してんだろうなみたいな。ただで、そのオーストラリアで最後一周したんだよね、車で、うん、これをもらったのはその一周してるちょうど真ん中ぐらいだったんだよ。車1台で一周してたのにさ、私これがあること一回も気づかなかったんだよ。なんかそうそう、これとあとワイングラスとバルーン、あとシャンパンも隠してたんだよ。2、3週間旅してて一回も気づかなくて急にその私の誕生日のタイミングでこれが出てきてめっちゃびっくりしたんだよね。嬉しいよね、うん、思い出すな、これ見ると。エアーズロックからもね、これも一緒に棺に入れてでこれに合うな、これ、うん、めっちゃ色味、うんうん、でそうだ、色さちょっとなんか渋すぎかなと思ったね。どう？いや、いいと思う、あでもこういう色もあってもいい。あ、これ似合うね、この色、この色作りたくなってきた私が似合うわけじゃないと思う、みんな似合うと思うけど、この色ケイも似合うよ。これでこのベルト、同じベルトで、うん、私もなんか作ろうかな。うん、なんか今年作ろうよ。今年の目標さ、なんか自分たちで作ったものをキャンプに持ってってよりキャンプが楽しくなるみたいな。大丈夫、海苔が多分上にくっついたんだと思うよ。いや、タコタコが、タコが、めちゃくちゃでかいタコがちょっと喉の奥に引っかかった。ケンさんの特に何のイベントもないのに私にエプロンを作ってくれたというありがたい回でした。次の日仕事なのに夜中1時とかまでずっとミシンやってたんだよ。全然苦じゃないっていうか、何時間でもできたかな。本日もご視聴ありがとうございました。何で潰すの面白い顔だなと思って。
いつもご視聴ありがとうございました。それではまた。